入れてくれた今もう入れたとんでもないレパートリーを味をして、うん、あ、煮だればいいかも入れたん、あ、まだ入れてない。煮だればやっぱね健康面考える食べた方がいいし、一応中華ってあんまり体調健康に良くないけど、うん、その中でも健康的なのがいいかな。煮だればないわ。煮だればない、うん、まさかの。うん、何食べたい、作ってあげようか。そう、もう頼んじゃったけど。あ、頼んじゃった。うん、うん、いい、うん、で、昨日食べ過ぎ結構言われてたから、うん、気をつけてね。気をつけよう。うん、マジでチューリップ唐揚げ、あ、こう骨がついてるやつね、うん、あれもうまいね。よし、これで OK。 うん、なんか最近太郎くんの悪口多いで。どうしたの、あんなイケメンでね、うん、どうした。太郎くんはある意味で目立っちゃうからね。うん、それが鼻につくっていうのがあるよね。なんでそんな嫌いなの。いいやつだよ太郎は。うん、うん、いいやつかわかんないけど、まあ間違ったことはしないで、男の人間関係でも。言うて太郎くんシングルファザーだからさ、うん、ちゃんとしてるよね。あ、まあでも子供どうしてるの普段。結構出歩いてるけど、奥さんに預けてるの、元奥さんに、うん、ぐらいじゃない。うん、だからもうイギリスとみたいに人をネタに行くのか、うん、王道、あのクリーンに行くのか、うん、ちょっと今ね、どっちよりか分かんない感じだから、どっちに寄っていくんだろうね。うん、いい位置だよね。うん、切り捨ても可能だから、うん、どっちかに吹っ切ってほしいね。うん、どっちかに、うん、まあパルもね、今じゃこそ好感度高いじゃん、すごいクリーンじゃん。でももともとアンチ多いタイプだからね。そうだ、昔のツイキャス見てたら、うん、おいかかってこいよ殺すぞみたいな、うん、で俺ももともとアンチ多いタイプだから結構振り切ってるからね、どっちかっつうと、うん、どっちかに振り切った方がいいよね。その後にアンチが来てる、もうクリーンで行くのか、もうアンチ上等でもうガンガン行くのかね、うん、振り切った方がいいと思うな。うん振り切った先にあるからね。アムチはまあクリーンなんじゃないの、知らんけど、うん、いやもうクリーンじゃないよ、こっち側だよ。こっち側アムチもで、コヨ君もこっち側、こっち側だよ、うん、みんなこっち側だよ。で、はっきり言って俺コヨ君心配してたんだよ、うん、もしね、噂がね、うん、あのユウカニャンと一緒にいるみたいな噂が事実だったら、うん、とんでもないやつだ、 なんでもう擁護しようないよね。なんでなんでなんで。いや、ツイッターではなんか散々心配させるようなツイートしてるんだよ、うんうんうん、でも蓋開けたらさ、女とただいるじゃちょっとさすがにリスナー気の毒じゃない。確かに、うん、って思ったかな。噂が事実ならね、うん、俺はずっと同情してたからね、うん、あ、これは本当か分からんけど、うん、ゼロワンのマンスリー3位の人から連絡来た、読み上げます。ちょっと、ま、デロワンのマンスリーサインつっか、うん、それ言い方が間違ってるんだけど、累計サインって書いてる、うん、累計サインでフォロワーランキング1月、うん、2月1位、読み上げます。いいですか、心して聞きます、心して聞きます、はい、ちょっと待って、じゃあもう短い文よ、でもうん、ちょっと待って、さすがに坂本龍一じゃ聞けないから。確かにちょっと気持ち分かる、累計サインの方から、うん、本物か分かんないけどフォロワー少ないから、うん、でも一応鍵垢だからね、ちょっと待ってね、
で待っとるやん。ごめんごめん。引っ張りすぎだよ。ポケトロ待っとるやん。引っ張られちゃったよ。そういう笑いできるね。できるよ。ね、やろうと思う。しっかりボケできるやん。関西人やで。じゃあいきます。お名前はマミさん。マミさん。ゼロワンによろしくお伝えといてください。口は災いのもと。でもゼロワンの口が悪かったんだろうね。離れちゃったっていうのは。これ合ってる分かんない。でもアカウントが合ってる。でもしっかりサムネ俺にしてくれてるよ。何そのコピー方。うん、確かにホーム画面がちゃんと出がわない。しかも俺そのツイッター知ってるの。 知らないかも。あ、そう。ゼロに伝えといてくださいって言ってたから。口は災いのもと。そりゃそうですよね。配信者はね、まあ口がなんぼだからね、口でなんぼだし、こうやってねリアルタイムでまあ喋り続けてるからね、まあ、それで嫌われたり逆に好かれることもあるから、それは当然です。昨日はすいませんでした。今西原いますが帰った方がいいですか。あ、来てください。じゃあ、原さんね、有名になりたい。ああ、嘘でしょ。マリオとボクシングしたいっていう、35歳だっけ。35歳。ちょっとやる気見てみるか。ラジオ配信者ね。うん、昨日電話したけれど、ちょっとボクシングやる。うん、入れ墨がすごかったけど、原さん。まあ、すごかったね。え、めっちゃゴリゴリだった。俺もびっくりした。結構入ってんだ。こっちの人元なんか、クモンリュウみたいな感じ。どんなもん入ってるの、原さん。のぼり竜だね。マリオいない。俺が相手するよ。俺が相手してやるよ。やる気。マウスピースあるし。やるか。うん、大丈夫。うん、救急車用意しとこうか。で、ちょっとね、夏の格闘技の練習にもなるし、うん、映していいのって格闘技じゃん。喧嘩じゃないんだね。グローブつけるんだね。グローブ。場所はどこでやるの。公園。そう。うん、練習がてら。スパーリングね。今電話いいですか。いいですよ。うん、でパルもいるし、うん、ナイスありがとうミニちゃんね。いや俺見てんな、わかんない。タトゥー入ってるか。俺も入ってるからね。どこ。うん、指と背中。背中は入ってたっけ。うん、え、めっちゃ背中は入ってないでしょ。入ってたっけ。うん、え、ちょっと見ていい俺。フェンロンが入ってる。え、フェンロンが。いや、セネゲとブツブツしか。セネゲのブツブツ、とんでもないことやないか。ひどいこと言うね、ほんと。電話来た、ほんとに。はい、お疲れです。聞こえます。はい、聞こえます。ちょっと住所が分かんなくて。西新井本町 4-21-11。 さて、LINE で送ってもらうこと可能ですか。あ、分かりました。送りますね。失礼します。待ってますね。うん、気合入ってんじゃん。気合入ってるね。うん、そういうね、俺もどっちかっていうと気持ちで、パルもやっぱ才能もあるけど、やっぱ気持ちが強い配信者だから、うん、それみんなわかるっしょ。ガッツね。なんか言われたらもう何倍にしても言い返したいっていう、やっぱ気持ちの部分だから、うん、そうだよ。これやっぱやる気があるって一番大事なんだよ。気持ちがないやつは配信者飲まれていくから、うん、で正直断ったでしょ。断っても来るでしょ。こういうの大事だよね。うん、で実際マリオもね、うん、3回断ってるんだよ。そうなんだ。うん、でも1年かけてずっと来た、うん、もうだから、うん、もうじゃあ右でやるかっていう。もう根気負けしたんだよね俺。根気負け。じ
じゃあやっぱそういうしつこいやつが好きなんだね、うん、しつこいっていうか、うん、気持ちいいだから石原軍団とかもそうだったんだよ、うんうんね、石原裕次郎の屋敷があって、うん、そこに通い続けた一人の男がいました、うん、その後俳優で有名な何だっけな、うん、羽生なんか有名な人いるじゃん、名字一文字の、うん、舘ひろしじゃなくて もうちょっと有名な渡哲也とかね、舘ひろしとかずっとね1ヶ月ね、おはようございますって朝待ったんだよ、うんうん、これ調べたら有名な話よ、ね、雨降ってても自分傘ささずにでも出てきたらこう傘さしたっていう、うん、お前まだいるのか、お前無理だねって、でも1ヶ月経った時にね、石原裕次郎がお前まだいるのかって、明日はお前10時でいいぞって言ったんだよ、うん、で次の日ね10時に来たら車に乗せられてね石原軍団入れたっていう、そういうのがあるんだよ、うん、あ石原軍団の話ね、うん、伝説だよ、詳しいねそういうとこ、うん、だから口では何とでも言えるんだよ、ちなみにね会社に入りたいってもうね100人ぐらいに言われてる、うん、でも断ったらすぐ諦めるよ、あ行動にも移さない、なんか会社入りたいですって DM 来てた俺に、うん、でもカズマっていう方、うん、で最近はもうめんどくさいから、うん、パルに面接してもらってって言ってる、この方ですね、うん、面接してあげて電話する、あ分かるの電話、うん、分かる、ちなみにカズマは連れて歩いたこともある、みんな知ってるよねゼロレスさんは、で最近は火薬が可愛がってる、面接したいんだって、うん、でもパルに決めてもらう、あ俺厳しいからね、うん、そうそう厳しいからね、人に対して、うん、信用がないとダメだからね、うん、本当に、ちなみにパルパラさんとは対等なんでね、うん、上も下もないんで、うん、もちろんですよ、うん、じゃ会社の会社の方針意向も変えれる、うんうん、出ないわ電話、もうダメだね電話出ない時点で、うん、こうチャンスだからね、うん、でカズマタンは、うん、まあもし期待するんだったら最高長最高年齢、え何歳なの、年齢が確か50代、あいいね、うん、シニア欲しいよ、うん、シニア、うん、シニア部なんだよ、うん、だからいろんなタイプがいた方がいいから、いや本当に老若男女、うん、シニア大事よ、で性格は結構純粋でいいと思うんだよ、うん、俺的にはね、で見習いからでもいいと、うんうん、その腰の低さ、うん、忠誠心を伺えれるよね、でも決定事項だけど、うん、借家の一軒家借りるわ、あもう絶対なんだ、でパルも一部屋、マリオも一部屋、え当たるようにちょっと引っ越しはもう本格的にこれ考える、そ借家っていうのは借家っていうかあの機長くんの家みたいなね、家借りてくれるの、うん、プライベートをちゃんと守りたい、うん、マジ、ただね、うん、この家ってね個人から法人名義に変えたばっかりなんだよ、うん、それに伴ってね13万ぐらいかかったんだよ、あそのえ変えるだけ変えるだけで、うん、だからちょっともったいない気もする、うん、この家自体が、うん、でももうさすがにね、うん、そこは事務所に、うん、正直借りてほしいでしょパルと、うん、借りてほしい、一軒家ね、うん、足立支部、それかここをねまあ安く社宅として貸すとかね、3万円とか、あそんなやっていいの、やっていいよね、うん、だってもう名義変えてるからね、あそうなんだ、うん、貸し出すっていうかまあ給料から引くみたいな形はできるんじゃない、うんうんうん、おそらく、うんじゃまた貸しっていうか、だから社宅として引くってこと、うん、まあそれができないんなら普
通に貸してあげるしかできないけどね。あの、YouTuber のヒカルは、うん、あの、部下に家買ってあげてたね。あーね、さすがにね、そんな金持ちじゃないし。あ、そう。ちなみに、わかんないしね、もう、あ、そう、今月も。あ、そっかそっか、うん、うん、今月もわかんないでしょ。うん、確かにね。どうなの、うん、家買ってあげてて、うんうん、パルワークやる？いや、俺大丈夫。うん、うん、パルワークやりな、うん、俺大丈夫よ。もうそういうコメント言われると、うん、もう俺も配信いいやってなっちゃう。やめてよ、そんな、うん、パルやってもいいよ。リスナー取れると思うしね、これ余裕で、うん、大丈夫よ、うん、リスナー、まあ、取れなかったとしてもいつでも取れるしね、うん、そのむしろデコルト姉さん取ってほしいしね、うん、いつだってタイミングで取れる。電話のナイスあるけどね、うん、こうもうやってやって言われるとやる気なくなっちゃうもんね、うん、配信がね、普段ないじゃんそういうことが。褒められてできる子だからね、うん、うん、やってやってが多いもん今でもね。長時間頑張ってもやってもらってるで、うん、大さえ、うん、だから俺が車行ってこっちでやるとかやった方がいいかもね。うん、やっていいな、うん、やってほしいよね普通に。そんなの、うん、いいんだよ、こうやって映るだけでも俺はね。なんか悪いことしてる気になっちゃう、うん、それ気に しすぎだよ。だってそういう気にならない、なんか、うん、よう言われるもん、うん、なんか悪いことしてんのかなって。そんなことないよ、うん、ね、気にするっつってもよく言われるからね、うん、うん、ちょっとわかるでしょ、うん、でそれを言うとまたね、パルやれってアンチが増えるんで、デザラン聞いちゃって。いやー、パルのとこにはパルのとこにはないもんね、あんまり。そうなんだよ、うん、俺基本的に譲ってるからね、うん、配信を。だからいや、アンチじゃないんじゃない、パルリスはそうやって書くんじゃない、うん、やってやってって。いや、パルリスじゃないと思うよ。誰が書くのじゃん。アンチでしょ。だからゼロはそれ前も言ってて、聞いちゃって書いてる人、うん、ほら、2人も今ナイスが拮抗してるでしょ。うん、うん、そんなことないよ、拮抗。だから俺車行ってくるわ。そんなことしなくていいよ。こっちでやってよ。いいいい、やりな。なんで車ないな、ないのにどうやってやるの。うん、ちょっと散歩してくるよ。寒いよ。散歩。うん。いや、俺行ってもやらないよ、もう。イベントあるし、やった方がいいんじゃない。やらないよ。イベントあるし。追い出しちゃうなっちゃうじゃん。うん、イベントあるしね、うん。一応ね、隙間産業してるつもりだけどね。うん。うん、これ閲覧利用するなぐらい言われるからね。そんな気にしなくていいじゃん。いつもの閲覧じゃん、これ。一人でやって。いろいろ言われるからね、もう。やりなよ。うん、そんなコラボしててね、そんなのいちいち突っかかってたら、キリがないで。終わるわ、俺は。いや、キリがないで。俺、終わるよ。ちゃんと知っちゃうよ。いや、もう、ね。もう、ムカついてくるわ、その、うじうじした感じが。苛立ってくるわ。ずっと言われるからね、これ。うん、毎日言ってくるから。無視でいいじゃん。うん、俺、熱い感じがいいのよ。なんでパルイベントなのにやらせ気遣わずやらせないのって言われるからね。うん、やらなんでやらせないの。そんなことないって。なんかそんなことないって。他にもね、そんなことないよ。俺がやらせてないみたいじゃん。やらせてもらってるよマジで。いや、うん、ね、言ったやあげないで。ちょっとやらせてないみたい。養分出るときだいぶやってるけどね。何を時間的に言ったら。あ、そうやってない。ふわっちの時間的に言ったら、あ、養分が枠やってるってこと。違う違う、養分と家にいた時よりもふわっちやる時間多くないってこと。あ、俺、うん、炎上ニュースも長くやってるでしょ。イベント中だからね、うんうん、で、なんかゼロワンに言われたとか言ってなかった。そう、ゼロワンに閲覧気にするなって言ったよ、う俺は、うんうん、気にしすぎだからね。そうそう、うん、だから俺1200のやつで終わるんで。いや、終わんなくていいよ。うん、終わってね、パルつけなかったら俺のせいじゃないからね。はっきり言って。ゼロワン、なんでそんなこと言うの。俺ちょっと。じゃあ、リスナーさん。出かけてくる。お互いにおかしくなるから。違う、もう息抜きしてくるわ。もうダメだよ。息抜き。俺もついていく。もうついてこない。なんで一人になりたい。そんなこと言わないでよ。息抜きしてくる。内部分裂か、うん、マリア君失踪、ゼロワンもういなくなるのこれ。息抜きしてくるわ。ねえ。うん、あ、でもバーミヤン来るよ、バーミヤン。え？ご飯、もういっぱい頼んでるから。バーミヤン食欲ないもん。え？
いらないもん。食欲ないしね。うん。俺はゼロワンの放送を見てて勉強になるんだよ。いや、もうこうやって言われるのが嫌だよね。なあ、うん、いや、それだったらもう一生コラボできないじゃん、俺と。いや、一生コラボっていうか、一生ね。ずっとそうやって言われるから、なんか。じゃあもう分かった、俺出ていくよ。そっちが一番早いわ。悪い気になってきちゃう。うんごめんね、ゼロン。俺出ていくわ、今から。ありがとうね。いや、俺は出てくる。いや、いいよ。俺、あの、ホテルでやるよ。俺が出てくる。ごめん、ゼロン。俺が悪いからさ。行くね、ゼロン。あ、そう。どうやって出てくの？もう歩くよね、ちょっと。あ、そう。歩いていくしかないよね。あ、そういう攻撃するんだね。え？出てく攻撃するんだ。俺は止めないよ、別に。ウーバーどうするんだよ。え？ウーバー。一人で食えって。ウーバー、ああ、出しとくよ、一応。ウーバー。じゃあ、原もじゃあやっとくね、俺が。面接しないんだね。俺は、痛いよ。でも、ゼロワンが。俺もいてほしいよ。ゼロワンがね。もういらないって言うんだから俺クビにしてほしい。いらないっていうか自分が悪い気がしてきて、じゃあ配信変わってじゃあしたらいいからクビにしてほしい。もう原さんっていうネタもあるしね、配信変わってほしい。ゼロワン俺を見捨てるんだったらクビにしてくれよ。いや配信は変わってほしい。いや配信は変わんないけどやりな、うん、だから俺もやったもんさっきめちゃくちゃね。大丈夫ゼロワン、明後日出ていくから。え？明後日。だからちょっと2日間はねちょっとやっててほしいね。女か？誰？本当は用事があるんじゃないの？用事があるんじゃないの？実は違うの？あ、なおに？なおにお疲れ様です。どうした？いや、今取り込んでるのちょっと知らなくてかけてしまって。あ、全然全然大丈夫ですよ。今こういうこと言うのちょっと全くちょっとうざいと思うかもしれないんですけど。はいはい。今取り込んでるでしょ、パルパルと。まあちょっとギクシャクはしてるよね。いやでも僕ね、パルパルの配信をもっと面白くできる方法を見つけたんですよ。え、俺の放送法？はい。え、どういうことですそれは。それを今からアドバイスしようとしてるんですけど、いいですかね。時間いいゼロワン。うん。いいって。パルパルさ、うん、正直言ってちょっと悪口になっちゃうんだけど。え？じゃあいい心して聞くよ。うん。いや、パルパルの今の配信
あ、言ってほしい。ちょっと微妙だなって思う点が一つあって、うんうん、あのツイッターのニュースをそのまま転用してる時あるじゃん。まあ社会的ニュースとか人のリツイートとかね、なんかちょっと手抜き感が正直やっぱリスナーとして見えちゃうんですよ。で、それももちろん使ってもいいと思うんですよ。はいはい、使ってもいいと思うんですけど、うん、それをもっとあのオリジナリティあるようにできる方法あるんですよ、パルパル。それが、リスナーさんね、リスナーさんとか配信者の方からニュースをもらうでしょ、パルパル。もらいますよ、はい。どうだったらなんか誰かからもらいましたよね、配信者の方から情報提供。うんうん、あれ誰でした？マサオレさん。マサオレさんはもらってないけれど、今日誰かからなんか配信者の方から情報提供もらって、それをニュースにしてます、してなかったでしょ。有名なあの川西浩平さんから。ゼロワンから来たの。そうだね。うん。で、それをね、パルパル。うん。それを情報提供してもらったら、その人をね、うん、例えば。うん。例えばヒノピーさんから、ええ、あ、ヒノピーさんからそのニュースのね、パルパルこういうニュースがあったよっていうの情報提供もらったら、ヒノピーさんの枠をパルパルの配信で宣伝するんだよ。情報提供者はこの人です。はいはいはい。そしたら、ええ、情報提供者の人は売名になるし、ええ、メリットあるでしょ。かやくさん、だから情報提供者の宣伝をしてあげたら、ええ、パルパルにもっとニュース入ってくると思うんだよ、うん、あのね、かやくさん、はい、配信者に対しての情報提供してくれた人は、はい、言わないでっていう人も全部晒してます。あ、もうやってるんですか。やってるんですよ。あ、はい。そう、リスナーさんはちょっと出さないようにしてて、はい、情報提供者はちょっと言えないんですけどつって、あえて名前見せてね、コメント欄でやるっていう芸はやってるっていう見せちゃって、そうなんだ、やってることなんですよ。だからすごくいいアドバイスなんですけど、ただただちょっと悪口言われただけショックです。パルパルの配信見れなくて、ええ、だからにわかなんだ、にわかなのかなと思ってちょっと切れそうですね、めちゃくちゃ。いや、すいません。ええ、そしたらあのなんかないですよ。申し訳ありませんでした。切りますね。でパルパル今日は。ええ、あの僕がね、パン粉が今さっき渚の携帯破壊したんですよ。見ました、なんか浮気でやったんですよね。はい、その動画は一応僕撮れてますんで、情報提供して。いいです、かやくさん。はい、画像しか来てなくて。うん、かやくさん、はい、僕にもアドバイスないですか。あ、確かに社長にね。うん、いや今すぐにはちょっと ないですけど、またあったらあるでしょ、はっきり言ってくださいよ。うん、ストレートに言ってほしい、ね、炎上ニュースもね、大して見たくなくてもアドバイスできるんだから、うん、俺のアドバイスもできるでしょ、見たまんまで。うん、なあの器でかいから、そういう悪口言ったって亀裂に入らないし。いや特に今すぐはないの。ああ、じゃあパーフェクトフューマンだこれ。悪口大好き、うん、ね、人のことを言うの得意でしょ、かやくさん。ないですか。いや、タバコはちょっと正直ちょっと吸わないでほしいですかね。じゃあ配信のことよ。配信のことすか。うん、そんな素人みたいな回答いらないね。あの何でもね、うん、リスナーが思ったことを